窮地を出した今。危ねえ、今のかっこよ。今のかっこよかったな。今の動きかっこよかった。もずく農園のガチ歩行バトル、今回は52ガロンデコを使っていきます。よろしくお願いします。ガチ歩行バトルに52ガロンデコがめちゃくちゃ向いてるんじゃねえかなと思って今回使っていくんだけど、というのもあのサブのカーリングボムでまず一気に前線に駆け上がると、一気に前線に駆け上がれるし、守りはハイパープレッサー、スペシャルなハイパープレッサーを使うことでガチ歩行を止めるっていう、この攻守両立したサブスペがかなり魅力的なんじゃないかなと思って今回はこのね52ガロンデコを使っていく所存ではありますけれども、一発当てたけどね、なんか2人ともいたけど、なんで1枚もやらなかった、せめて1枚やりたかったんだけど、まあ衝動ちょっと死んでしまったのはいつものことなんで、全然そこはあまり深く考えないでおきたいが、こういう時はまず潜伏をしていくと、潜伏をしてって冷静な立ち回りをしていくことが大事なんですよ。こういう風に今ひょこって顔を出したやつは倒していく。オッケー、上からもやってって、でこれ取った方がいい、これは取った方がいい。ちょっと待って、これワンチャン、あーこれ待って、いやもうつくも、オッケー、まあ前に持っていくことが大事だから、攻撃でもあり防御でもあることが前に持ってくっていうことなんで全然大丈夫です。45までいったらさ、ここ B コン、味方の B コン飛んでって、ちょここハイパープレッサー打ち込みたいけどね、本当だったらハイパープレッサーぶち込んでいきたいところではあるんだけど、ちょっとあまり難しい、ここはちょっと難しそうだな。上にチャージャーいいのか、ちょこれ多分あの自陣に持ってかれて多分左側から攻めてくると思うんで、ちょそれ先読みして俺もあえて、いや左から行くわ。待って、でもチャージャーに見られてる可能性あるな。ここね、ここから絶対ここから来るから、来ないか、あ来なさそうですね、これ来なさそうなんで、あいるクソペンが、あーオッケー、左からオッケー、この角、いやーもうボム置いてたんかい、全く見えんかったわお前。うわー、さっきのボムにやらなければな、敵陣地めちゃくちゃにして、もう絶望の淵にどん底に追いやってやろうと思ったんだけど、そんなことできなかったか。とりあえずちょっとプレッサー溜まりそうなんでプレッサー打っていきたいなと思うんだけど、ちょっと待って、いや後ろにもいるやん、いやーそうだよね、いやなかなかきついな、ちょっと今のは挟み撃ちにされていたからちょっときつかった。さあ味方歩行を奪いましたが、ちょっとプレッサー打ててないんでプレッサー頑張って打ちたいですね。ちょっとこれあの 敵がね自陣側にもいる可能性あるからちょっときつい、頑張ってかわしていかないといけない。で ここね、オッケー、しっかりと目で終えていた今のは、イカ人じゃなかったから今のは目で終えていましたね。左から来てる、左から来てますね、これ左から来てる、もう知らん、そんなもうそんなもの知らん、ぬるうわ、カーリングスカイ、いけ、カーリングスカイ、あーっとちょっとパックにやられていく。オッケー、まあ20までいったから全然ワンチャンある、このステージは20までいけばワンチャンあるぞ。でも金網のところまで行かれるとかなりきついから、ちょっと金網マジ、金網ルート一瞬で進むからね、一歩につきカウント5ぐらい進むからマジ誇張なしで、本当にだから本当に気をつけていきたいんだけど、とりあえずちょっとここはじゃあプレッサー打ちますね。プレッサー打って、金網の上にいるな、プレッサー打って、これやれるんじゃない、違うやつ、あ、ちょ右側にいるやんけ、なんで右側におんの、ん左側、こっちか、ここを見失うんだよなたまに。やったー、てかガロンがそもそもやめて、おー一発当てたやろがい、なんて倒せないの。ヒーローチャージャーレプリカにアシストされてゆく、いやーちょっと今やれそうだったんだけど別のやつやっちゃったよ。あでもあれ時間ないから多分これガチ方向爆発しますね、これ。ちょっとりあえずカーリングボムでも流し込んで、あのちょっかいかけとくか、ほらほら、暗い、倒せ、当たらない、ガロン名物の乱数が発動した、ガロン名物の乱数がめちゃくちゃ発動して当たんなかった今。ナイスやり。さあ、ここはプレッサー溜まりそうだから頑張ってプレッサー打ちたいけれども、まあ、ここと取られてからでもいいかもしれないですね、ここ。まあ、プレッサー打つのはね。あ、でもジェットパックあるから、ちょっと一回ここは安全なところに逃げた方がいいかもしれないですね。かといって、ちょっとあんま高いところとかに乗ると、チャージャーの、いいカモになっちゃう可能性があるから、ちょっとそこはしっかり気をつけていきたい。ポジショニング大事やから、このゲーム。ポジショニングが大事。武器のあれに合わせてポジショニングしていくのが大事だから、射程とかそういう、エイムとかも大事だけど、ポジショニングが何より大事なんだ。居場所が大事だから。これちょっと右側行くんじゃない？いや、チャージャーどかすか、じゃあ。チャージャーどかして、オッケー。まあ、とりあえず下ろしたという意味では、プレッサーがちょっとあんまり触ってないけど、さあ、敵が上にいると。あ、やばい。ポジショニングかもしれない。ナイスやり。これ、自陣側に引っ込んでんのか。オッケー。まあ、これ、金網から行かれなければ、多分大丈夫。そう、こっから、ここのルートを塞いでしまえば、多分大丈夫なんです。オッケー。すごい、自陣の方まで。あ、敵陣の方まで行ってる。お、いいね。あ、やっていくと。わーっと、Z パックが前な、さっきから。
さっきからジェットパックにやられているような感じはありますけれども、ちょっといい感じで、てかガロンがそもそも強すぎる、そもそもガロンが強すぎるってだけの武器だ。これってあれだな、また敵陣側から来るんじゃないの、大丈夫かこれ。一回先読みしても、この左側から、左側、あーそうだよね、左側に行った方がいいような気がしますよ。さあここはちょっとプレッサー貯めて、最後プレッサーで止めていきたいなと思ってますけれども、ちょプレッサー貯まるかな。一応ね、ギア積んでるからプレッサーはある程度溜まりそうな予感はある。 OKOK。 さあここから絶望のプレッサーを打っていこうかな。かわくらい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 、お前じゃない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 お前でもないお前でもない、ちょちょちょお前でもちょ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 、違うやつ、関係ないやつ2人やったけど、関係ないやつ、びっくりした。ガチホコバトルのモズク農園ということで、今回も、52ガロンデコを引き続き使っていきます。よろしくお願いします。さあ味方にもガロンがいるということは、相手にもガロンがいるということなんだけど、あ、52ガロンデコか、なかなか流行りだな52ガロンデコが。やっぱね、ガチホコには52ガロンデコの方が合ってるっていうのは、やっぱ結構物分かりのいいというか、すごい俺と趣味思考が合ってるやつがね、分かってるんだよ多分。好みが合ってる、好みが俺とガッチリハマってるって証拠なんだよね多分。ガロン使いはみんな52ガロンベッチよりもデコの方が使えるな、ガチホコでは刺さるなっていうのは多分分かってると思うんですよ。さあここは54まで行ったけど、これ2枚落ちてるからきついな。これ割れたらワンチャンあるけど、これ人数的に絶対割れないからこれはしょうがない。あ、来てる来てる、1枚来てるよ。あ、ちょっとやばいやばい。あー、今のちょっとあんまり今前出んの良くなかったっすね。ちょっとちゃんあと1秒早く引いてたらワンチャン引き切れて逃げれたと思うんだけど、ちょっと余計なことをしてしまった感はある。これ真ん中から来るから、おっと今かすったけど、あ、ちょっとジェッパ来るから、ちょっとここは一回引いていく。ちょっとジェッパから逃げる、とりあえずジェッパから逃げて、ちょっと危ない危ない、まだ漂ってるのかお前、まだ空中をさまよってるのかお前。ここはちょっとプレッサーで一回場をいなしていく。見えないな、上にもいるのか。ちょっと微妙なプレッサーしょっぱいプレッサー、危ないなお前、それは危なすぎる。オッケー、やったけど、ちょっと待って、方向がいっちゃうよ。あー、なんでやれないの。一発当てたのに、うわ、シャープマーカーか、やばい、これ突破されるかもしんない、これ突破されますね、これ。待て、頑張れ、オッケー、33まだ大丈夫、33だったらまだ大丈夫、とりあえず終わりましょう、とりあえず、オッケー、ワンの早い。あー、待って、プレッサーあんのに使ってしまう、プレッサーあんのにガチホコ取ってしまうのは、やばすぎるんだよな、ちょっと、ってか、プレッサー長くね、お前。やばい、完全に今先般じめた行動を取っている。 OK、 ありがとう、これ取ってくれたのマジでかいわ、危なかった。ちょっとこう、プレッサーをね、鳴りやむまで我慢するのが今のは良かったんだけど、 OKOK、 地震嵐マンをやっていく。ちょっとこれ軽いくのあんまり良くないんだけど、とりあえずカーリング流して、いや、またジェッパだ、ジェッパ何人だよおい、ジェッパ多すぎるだろお前、流行りかジェッパが。うわー、ちょっとやばい、いや、マジか。ちょっとキル的にきついな、これ。全落ちしていく。キル負けしてますね。かなりキル負けしている。でもカウント的にはそこまで差はないから、全然逆転できると思うんですよね。やっぱ前線に出ると、あれだよな。やっぱね、前線に出ちゃうと、やっぱね、プレッサーが溜まってもね、やっぱ吐き切れずに死ぬとかそういうことがあるから、プレッサー吐く頻度がどうしても減るんだよな。それもしょうがなくて。危ないな、それ。とりあえず打つか。ここはもう矛止めるためのプレッサー吐きます。どこに行った？あ、もう右か。いや、全然当たんなかった、クソ。なんだよ、今の。俺のプレッサーだけなんか短くなかったか？不良品か？不良品のプレッサーだったのか、今の。ナイスやり。さあ、相手も荷落ちして、こっちも荷落ちしてる。とりあえずここ割りたいですね。とりあえずここ割って。あ、オッケー。これマルチミサイル多分相手は引いていくんで。ここ一気にカーリングオムで、こうやって冷たいんだよね。一気に冷たい。でも、イカ忍者ついてるわけじゃないから、敵には居場所バレちゃうんだけど、一気に詰めていきたいところだろう。お前、そのプレッサー大丈夫か、お前それ。どっから撃ってる、あいつ。ちょっとなんか、あ、矛に当たってんな、これ。うわ、最悪だ。矛に当たってるのに気づかなかった。うわ、やばい。ナイスやり。ちょっと今のはまずい、やられ方したぞ。さあ、これちょっと、右から挟み撃ち狙いたいかもしんない。右から挟み撃ちいくわ。マジで。うわ、マジか、お前。うわ、マジか、お前。インク切るかお前。うわ、やられた、最悪。上のやつにやられていく。ちょっとジャンプするか。とりあえずジャンプして、前線を、とりあえず
援護していく。ちょっと、あー、ノバにやられて、ノバじゃないかな、なんだあれ。ガロンか。あ、でも相手に落ちしてくからワンチャンあるか、これ。で、ワンチャンある、ワンチャン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 、わろわろわろ、わったら勝てる、わったら、わったら勝てる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 よ、わったら勝てるよ、わったら、はい、勝ち、はい、勝ち、勝ち、はい、勝ち、勝ち、山、勝ち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 、山なんだよなぁ。オッケー、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 ナイス。ナイス、オッケー、オッケー。さあ、ここはもうハイパープレッサー貯めて、残り6だったら絶対勝てるから、マジ。これフラグじゃねえから、残り6だったら絶対勝てる。このプレッサー貯めるでしょ。プレッサーを絶対貯めて、あと俺、自陣、こっから出なければ絶対勝てるから。死ななければね。死なないで、こっから出なければ絶対勝てる。もうこっから降りないから、俺もマジで。もうあの、絶対にこっから降りない。敵が、味方が3落ちしようが絶対降りないから、こっから。うん、もう、いいよいいよ。いいよいいよ。もう、来たけりゃ来るがいいさ。来たけりゃ来いよ。さあ、いつプレッサー履こうかな。自国のプレッサーの、今だな。これ味方が来た段階で履くっていうのが大事なんだよな。よっしゃ、2枚やっていく。3、2.5 枚やっていく。さあ、ガチホコバトルのモズク農園ということで、今回も、ガロンデコ使っていきたいと思います。あ、52ガロンデコね。96ガロンデコだと思われちゃうからね。ガロンデコだけだと、96ガロンデコは俺あんまり使わないんですよね。なぜなら着地が使いこなせないから。シールドでめちゃくちゃ魅力的な武器なんだけど、スペシャルが着地なんだよな。イカスフィアとかだったら全然使うんだけどさ、着地ってマジ使いこなせないからあんまり使わないですね。あんまりってか全然使わないですね。これ味方やばいんで、ちょっと一回守ります。味方を助けに行く。あ、ちょっとこれ、あれだな。これまずいな、これ。これちょっとまずいかもしれないから、一回引いてもいいかも。あ、でも相手に落ちしてるから。あ、やばい、それはやばいな。そのひょっとこ、ハム太郎みたいな顔の出し方はまずい。ちょっとワンチャンこれあの、金網ルートに行かれそうかなと思ったけど、まあよかったよかった。味方が頑張って持ちこたえてくれたんで、初動3押しとかすると一気にこの金網ルートに行かれて、あのカウントがなんか300ぐらい進むんですよ。だからちょっとそこだけは阻止したかったんだけど、何とか守っていくという感じになりましたね。とりあえずちょっと、あ、これバレてる、臭いから一回引くか。あ、待って、引き先間違えたか、俺変なとこ飛んじゃった。大丈夫、大丈夫だね。オッケーオッケー、ギリギリ大丈夫だった。ギリギリ大丈夫。プレッサー溜まったんで、ちょっとプレッサーを大事にしていきたいんだけど、あのシールドケルビンめちゃくちゃやだな。うわー、一発当てたけど、あっと、味方のその金網ルートがぶっ刺さっていく。お前一人で行くのか、まさか。一人で行くのか。あは、24。金網ルート早すぎだろ。どんだけカウント進むの早いんだよ。オッケーオッケー。これがガチホコバトルっていうゲームなんだよな。恐ろしいところだよな。不意をついてカウント一気に進めていくっていうのが恐ろしい。ちょっとやばいよ。ちょっとやばいよ。とりあえずカーリングオムで。まだ、おめえ、いや、粘着質だな、お前。どんだけお前そのジェットパック見えてんだ、俺に。俺の姿見えすぎだろ、お前、ジェットパック。これちょっとまずいかもしんないんで。あ、全落ちした。これまずいんで、ちょっと絶対にこれはプレッサー貯めていく。絶対プレッサー、絶対プレッサー、絶対的なプレッサー、絶対的なプレッサーを貯めて。あー、押し出された、押し出された、押し出されたけど、はい、プレッサーでやっていくと。はい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 。なんかいろんな、なんか何、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 やっぱバブルランチャーか。バブルランチャーに当たったのか、今。何回当たってると思ってんだよと思ったけど、バブルランチャーだったわ。それはしょうがないな。ダブルランチャーにボコ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 当たったのね。オッケーオッケー。25、危ない危ない危ない。意外と危ない、意外と危ない。これ、こうやってカウン、こうやっていくから、こうやっていっちゃうから、こうやって。危ない危ない。ケルビンはマジで対面きついな。そう、こうやって。いや、まあまあ、ここ抑えてるんだったら全然大丈夫。上、あ、待って、上からこうやって。あ、オッケーオッケー、危ない。いや、そこで死んだか、お前。待って、ジェップ来てない。いや、バブルランチャーか。まずいぞ。やばいやばい、これ、左右から来てんの、まずいな。にゃんだそれ、うわー、にゃんだそれ、にゃんだそれは、お前。ナイスアリ、頑張れ。いや、ナイス、ナイスすぎる。あと、あの、オクタシュータしかいない。いやー、いけるいける、これだったら絶対いける。あ、この味方の、いや、大丈夫、あの、ジェッパだったら絶対、あのジェッパ無駄です、あのジェッパ。あのジェッパは、あの、歩行取ることはできない、あのジェッパじゃ。あのジェッパ吐くだけだったら歩行取ることはできないんで、オッケーオッケー。危なかった、マジで。窮地を出した、今。危ない。あ、危ねえ、今、かっこよ。今の、かっこよ、今の。今のかっこよかったな。今の動きかっこよかった。自画自賛していく。で、プレッサー吐いて。どこにいる？どこにいる？ここか？ここにいる？ここら辺？ここら辺？ここら辺？なんかいろいろ当たってるのは確認できたけど、ちょっとあんまり良くなかったね、今の。これ裏から来る可能性あるからね。こっから来る可能性あるから、あー、来てた来てた来てたわ。来てたし、なんか言ってるし。うおー。あー、なんか押し出されて死んだ。なんか押し出されて死んでしまう。北斎急にやられた。
残りこのカウントの差がめちゃくちゃ怖いわ。25対24っていう意外と僅差まで持ってかれてるのがめちゃくちゃ怖い。とりあえずこのカーリングボムとかいう最強のボムを投げ、とりあえず投げまくるわ。これなんか流してればさ、インクもスペシャルもたまるし、あ、待って、これ右から来るか、これ。あ、右から来そうっすね。でも右からはね、多分敵を落とさないといけないよ。右からだったら。そんな甘くない、このルート。このルートはカウント進みやすいけど、そんなに、そんな簡単に行けるようなルートじゃないんです。おーい、お前ふざけ、おー、止まっちゃったじゃん、デュアルスイーパーが、お前。絶望して。絶望してデュアルスイーパー止まってもうてるやんけ、お前。俺のせいじゃないよ、今の。いやもう、さっき、もう、何やってくれてんだよ。何やってくれてんだよ、おい。大丈夫だよ。信じろ、信じろ、信じろ。味方を信じろ。大丈夫だよ。絶対勝てるから。3落ちしてる、してるっしょ。全落ちで、全落ち、全落ち、全落ち。いける、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 いける。はい、いける、いける、いける。俺が持つ、俺が持つ、じゃあ俺が持つ、俺が持つ。俺が持つ2個目。俺が持つ2個目。やめろ、やめろ、やめろ。どこにいる？どこにいる？大丈夫、大丈夫、大丈夫、絶対大丈夫。24まで行けたんだったら23もいけるよ、俺たちは。22じゃないとダメか。23じゃ、同点だからな。24まで行けたんだったら、俺たちだったら絶対22まで行けるから。信じろ、自分を。味方を信じろ。仲間を信じろ。みんなを信じろ。来たけど、待って、待って、絶好のチャンスを逃していく。いやー、これ勝てるか？勝てるのか？どっちだ？割れた勝ち。割れ、あー、全落ち。